日本には古来から、仏教神道の考えが根付いています。それは、戦国の世となり、武士が中心の社会となっていく中でもそれは同じ。多くの武士たちが、神社仏閣へ戦勝祈願を行いました。戦国時代においても、宗教というものは、非常に大きな力を持っていたんですね。今回ご紹介するのは、そんな戦国時代の宗教勢力についてスレ民たちが語り合うスレ。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。戦国時代の宗教勢力。戦国時代の宗教勢力といえば、浄土真宗の本願寺やキリシタンの天草一揆がまず思い浮かぶけど、後者を宗教勢力と言っていいものかどうかという話は置いといて、法華一揆を起こした日蓮宗、数万と言われる僧兵を擁した真義真言宗の根頃宗、その他高野山、比叡山、諏訪大社をはじめとする、比較的大きな勢力から紀州小川寺のような小さな勢力まで、戦国時代の寺社勢力は武装していたと言われる。戦国時代を時に戦い時に滅ぼされた宗教勢力、本願寺のように歴史に大きく介入したわけではないが、確かにそこにあった宗教諸勢力を語ろうじゃないか。大元節祭、暗黒寺営系、天海僧正など、宗教勢力としてではなく、単身で世俗と渡り合う前奏も興味深い。節祭や暗黒寺は室町期に築かれた、禅宗ネットワークを大いに利用していると考えられる。西国三番の小川寺も武装してたとかマジなんか、平安期には清少納言が石山寺と同列に絶賛してた観音霊場だが、禅宗ネットワークとは、臨済宗、曹洞宗以外に室町時代に成立した禅宗集団があったの？暗黒寺ってなんか調べてみ？暗黒寺、足利尊氏忠義の兄弟が、元寇の乱以来の戦死者を弔うために、全国各地に混入させた禅寺のことかと思われます。今でも、全国に地名として残っているとか、各地に暗黒寺あるけど、宗派もそれぞれだね。あれは宗派を超えてあなたの言う禅宗ネットワークとやらのつながりなの？詳しく教えてください。神仏習合の時代だから境界線も曖昧だけど、寺社勢力ということで社の話題も盛り上がると嬉しいな。明治維新前だから伊勢だけじゃなく出雲、諏訪、その他マイナー地方神の信仰も生きてたんだろうな。宣言信仰とかのネットワーク網にも興味津々だ。面白い主題なのに伸びないな。案外範囲が広いから謎一勢力としての宗門の部分と宗教勢力としての宗門の部分は、一緒に語るのは難しいし。なんと北嶺は比叡山と奈良の僧兵でわかるが、高野山に僧兵なんていたか？根頃宗徒との関係は？高野山の僧兵は根頃宗と考えて良い信長に協力的だったから目立ってないのかも。根頃宗、戦国時代に紀伊国北部の根頃寺を中心とした一帯に居住した僧兵たちの集団で、鉄砲などでも武装していたとか、ものすごく基本的な質問でごめん。興福寺は信長の時代はどうだったの？源平時代は最強の武装寺院だったのに戦国では影が薄いね。興福寺由来の筒井とか古市とか越智とかが戦国大名化して大暴れだったわけだが、寺社勢力僧兵。僧兵は江戸時代の造語、一向一揆もそうだが、同時代にそういう言葉はなく、ただ単に寺院の武装兵、一揆というだけの存在だった。かつての本能寺も、堀と土塁を巡らせ荘園蔵のあるようなところだったらしいね。鉄砲の取引か何か、軍事的な理由でも信長が利用していたとかなんとか。神社といえば、鹿島神宮や富士浅間社、厳島神社も部門はお盛んだったらしい。神官と武道の関係が深いなんて話をどこかで読んだ記憶がある。塚原牧伝が神官出身だし、他にも神官出身の剣豪いたような。どっちかというと、仏教との関係の方が大きい。もともと武術って、仏教関係者の間で、発達したのを、武士が習ったものだから。塚原牧伝の子の一人、松本正信とか？徳川は新田の子孫とも、加茂系の武官の子孫とも、聞いたが。それなら織田家も越前の織田健神社の神官の流れだよ。松平は南北朝の時、三河に流れていた関東で敗北した新田軍の残党という線が濃い。でも三河は、鎌倉時代から足利の拠点の一つじゃね？南北朝動乱の過程で足利の拠点だった三河からは、一門衆が配下とともに根こそぎ全国に派遣され、皮肉なことに一種の権力の空白が生じた。そこに関東などからの南朝型廃山勢力がかなり入ってきたらしい。三河本田氏などもこの頃三河に流入したとされている。
近所のあの寺の八広は戦国期には今じゃ想像もつかないくらい、ブイブイ言わせてたぜ的な話をもっと聞きたいぜ。戦国期以来の由緒のある寺なら、ほとんどが現在よりブイブイ言わせているわな。ではのあたりの連中も元気だよね。ではといえば無辺さん。三島大社と箱根権現って地理的、交通経路的な近さから、お互いに影響し合ったりしてないんだろうか。箱根権現って今は箱根神社だよね。明治新政府は神宮寺や修験道を排除したけどもったいないことしたな。戦国時代にやってきていたイエズス会と、幕末に来ていたフリーメイソンは関係ありますか？神社なら、阿蘇市とか、鶴姫で有名な大堀氏とか。公家、神官、相撲、伝統芸人、この人たちは現代でも何か一般人と違う匂いがする。古代貴族のおおらかなんなのかは知らんが。大和に守護大名がいない理由である興福寺もこのスレの範疇ですか？平安時代の末期から戦国時代に至るまで大和では、武家ではなく、大和最大の荘園領主である興福寺が実質的な守護職に当たっており、税も、寄進という形で集めていたとか。他は寺では鈴木貞雄が東道高虎に腹を切らされたそうだ。高虎はしばらく他は三万石高を要していたから、城塞的なものがあったのだろう。今も和歌山県民が正月にテレビをつけると、必ず目にする名刹でもある。ふと思ったが寺に僧兵がいたのはみんな知ってる。奈良神社はどうだったの？伊勢神社のような大きいところはいなきゃやばかっただろうし。北面の武士や公家侍が守っていたのだろうか？それとも神仏集合だったから神社を守る存在も僧兵と呼んでいたのかな。神社の場合は地下人、神役人、神人、神木、呼ぶ立場によって呼称が異なる。伊勢の場合は山田三宝って自治組織があった。ちなみに伊勢商工会議所の前身。そもそも僧兵なんて存在が発見されたのは江戸時代だ。もったいぶらずにその詳細を教えれ。いや牛若丸と弁慶の、弁慶は僧兵やで。だから自社の武力を僧兵と名付けたのは江戸時代。弁慶を僧兵と言い出したのも江戸時代以降。格好つけようとして失敗した例。僧兵なんて言葉は江戸時代になって作られた造語。同時代的には悪僧とかだが、基本武士と同一のものと考えていい。比叡山、高野山、鮭、一向宗、法華宗、イエズス会、日本人キリシタン。みんな強い。三井寺、寺法師、主に延暦寺、山法師、東大寺とか興福寺、奈良法師、とかだな。炎上寺ってやっぱり大津や水運に影響力あったの？まあ寺社は大抵何らかの形で流通、商用に関わっている。永山の大主って表現をよく目にするな。神社の大宮寺家も宗教勢力になるのか？神社系の勢力って阿蘇とか？この時代の神社は寺と一体のところが多いんじゃないのか？あんまり語られないけど戦国時代に一番武家的色合いの強かった寺社勢力って、越前平泉寺なのかな？吉影や信長なんかとの色々なエピソードもあるし。灘八幡大宮寺の姫を警室に迎えたのにその次女に手を出してしまい、その次女と一緒にキリシタンに改宗しました大友宗麟。八幡大菩薩の光明は一つ一つあまねく十方世界を照らす。その光明は八幡大菩薩を念ずる人を照らして、決して見捨てずお守りくださる。法然上人。ではの大法寺武藤家は羽黒さんの修験者を味方にして勢力を拡大した。仁和寺の法師は、日常的に刀で武装していたようだね。つれづれ草現代語訳、狐は人に食いつくものなり堀川殿にて、トネリが寝たる足を狐に食わる。仁和寺にて、夜、本寺の前を通るしも法師に、狐三つ飛びかかりて食いつきければ、刀を抜きてこれを防ぐ間、狐に引きをつく一つは突き殺しぬ、二つは逃げぬ。法師はあまたどころ食われながら、こと言えなかりけり。家で寝てるところに狐が侵入して襲ってくる。僧侶も自衛の刀が必要。興味はあるんだけどよくわからないんだよね。日光とか。仁和寺の法師は、狐に襲われて刀を抜いて応戦したのか。比叡山延暦寺で千日間の荒行を成し遂げた僧侶が、京都御所で国と皇室の安泰を祈る儀式、土足三代が8年ぶりに行われました。土足三代は平安時代に比叡山で修行をしていた僧侶がわらじを履いたまま京都御所に入り、天皇の妃の病を治したという言い伝えにちなんで行われています。ネットで天皇に呪いの言葉を吐き続けている輩は比叡山大阿闍の祈祷に歯向かっているという現実の恐ろしさを認識すべきであろう。永山って朝廷に豪訴して脅しまくってきた存在でもあるやん。石山本願寺が信玄が再上してきた時に京都にぶっ込まなかったのは、やはり京都の寺社勢力と対立したくなかったからなのだろうか？一向宗の多いところじゃない時から出せない勢力だから、
まあよく大名扱いされてるけどそういうところは違う。戦国時代発祥の新宗教とかないのかな？ないと思う。発祥とは違うが戦国時代からといえばキリスト教だわな。キリスト教禁止は、どの戦国大名も、一向一揆に悩まされたからや。キリスト教を広めに来たのは、日本新約と伊沢元彦が言っていた。まだ、証拠には至ってないやん。キリスト教を広めに来たのと、朝鮮出兵は、絡んでいる。信長が、宛てた手紙があるらしいが、これも、またはっきりとした証拠はない。まあ、朝鮮出兵は、秀吉の発作ではなかったってことだな。信長の発作でも、なかったのかもしれない。信玄は権の僧正に叙されると身延さんに延暦寺を移転させる構想を披露した。おっすおらひえい仲良くしてくれよな。高野山にも眠る家康と秀忠。仏教もなら、鎌倉でほとんど。興福寺など旧体制が強いから新宗教など起こるはずもなく。いかがでしたでしょうか？学校の授業では、主に武士などを取り扱うため、当時の宗教勢力について、あまり多くのことを学べません。ですが、戦国時代においても非常に大きな力を持っていたことは疑いようのない事実。非常に興味深いところではありますよね。もし当時の宗教勢力について、すれないで語られていないことをご存知でしたら、コメント欄にて教えていただけると幸いです。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。